ではお腹を見ていきたいと思います。いきます。じゃん。どうです、皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は腹筋割りプロジェクト最後の動画になります。3ヶ月間、春の腰タイプのプログラムを行ってきて、腹筋がどうなったか、どのくらい皮下脂肪が減ったのかっていうのを計測していきたいと思います。本当はちょっと6月に一度動画を撮ったんですけども、今日は6月22日です。音声とかちょっと映像が乱れていた部分があって、うまく映っていなかった部分があったので、撮り直しします、はい、今日は7月6日になります。どんな感じになったのか見ていこうと思います。ではまずお腹の感じから見ていこうかなと思います。正直ね、ちょっとあんまり自信がない部分があります。あ、このジマン T シャツごめんなさい、リハ終わりで撮ってるのでちょっとこんなのどジマン T シャツでお送りしております。ではお腹を見ていきたいと思います。いきます。じゃん。どうですか、1ヶ月ちょっと前と比べた見た目はどうですか。あんまり変わった気は正直しないかな。でもちょっとなんかなくなったかなっていう感じがします。では計測していきたいと思います。はじめ前回は右が 1.6 でした。では測っていきます。出ました。 1.5 です。いやー、ちょっとだけちょっとだけ減りましたね。じゃあ次左をやっていこうと思います。左は前回 1.5 でした。1.7 増えてたというか左右差がすごいありますね。あー、そうか、増えてたか。結果は1ヶ月前より、右は0.1 減っていて、左は0.2 増えていたっていう結果になりました、ただ当初からは減ったので、良かったとは言わないですけど、これからも腹筋の方は頑張ってもっともっとへこましていきたいと思います。ちなみに超過脂肪具立った時こんな感じのお腹を取りました。どうでしょうか、出てるっていう感じはねあんまりしないんだけど、やっぱり寸胴な感じですね。横の厚さがあるのと、あとくびれがないなっていう風に思ったので、くびれ作りっていうのもちょっと今後考えていかなきゃ、頑張っていかなきゃいけない部分かなという風に思いました。腹筋割りプロジェクトはちょっと成功ってまではいかなかったんですが、腰タイプ、春の腰タイプを3ヶ月間使ってみて、やっぱり体幹ですね、体幹の部分がすごい強くなった、もっともっとバランスが取れるようになったなというふうに感じています。座っている端材の状態で足をブラーンと下に下ろしている状態の時は、骨盤をこう上げて両手を離してバランスを取るっていうのが難しかったり、あと長座、足を伸ばした状態でも骨盤を起こして
やるっていうのは難しかったんですが、今では車の運転の時も骨盤を起こしたりできてますし、あとこんな感じで映像を見ていただければわかるんですが、長座足を伸ばした状態でのこの骨盤の動きっていうのも前よりすごくできるようになりました。前はこんな感じで猫背でしかバランス取れなかったのが、今はこう腰をこう起こしてちゃんとね姿勢が良くなって、手を離すことができます。はい、はい、これはあんまり前はこううまくできなかった、バランスが取れなかったことなので、そこの進化っていうのはすごい個人的には嬉しいなというふうに思います。なので動かす、やっぱりね何事も感覚がなくても自分で動かすことができなくても、でも動かす、動くっていうことが使う、無理やりじゃないけどでも他力でも使うとか、まあ、春の場合は自分で動かすっていうその意識をもとにこう動いてくれてる部分があるので、すごい自分で動かしてるなっていう感じがします。まあ本当にいろんな形でまず使ってない部分、使えてない部分を動かしていくことって大切なのかなというふうに思います。今後ももっともっと、まあ、これで終わることなく腹筋とかを鍛えて、体幹を全体的にね、体幹全体を鍛えて、ラーメンとかを肘つかずに食べれるように頑張りたいと思います、はい、ではこんな感じで、3ヶ月間の腹筋割りプロジェクト最後の動画になりました。どうだったでしょうか。なかなかこう機械を使ってやる、自宅でやるっていうことにこう踏み切れない人たちのために、なんか参考になってくれたらいいなと思いますし、本当に気軽にちょっとつけてみたいな、試してみたいなと思っていただけたら、そのロボケアセンターのお近くのロボケアセンターにお問い合わせして、試してみるのもいいかなと思います。やっぱ何事もねやってみないとわからないし、やってみていい悪いがわかることだと思うので、ぜひ試してみてください。ではこんな感じで、この動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。お腹がどうですか。